差し入れ持ってきたぞ、はあ、俺の音楽に乗って嫌なこととか全部忘れちゃってよ。ワンパンで終わらせるぞ。はあ、オーケー了解、はあ、乗ってきたね。あ、アンコール了解、逃がさねえぞ。リズムに乗ってでえな痛いな。わかった、オーケー気を抜くな。オーケー、乗ってきたね。行くぞ、しびれさせるぜ。行くぞ、覚悟しやがれ。わかった、あ、了解、あ、行くぞ、気を抜くな。行くぞ、アンコール。オーケー、逃がさねえぞ。あ、行くぞ、行くぞ、気を抜くな。了解、リズムに乗って、オーケー、しびれさせるぜ。了解、覚悟しやがれ。痛いな、痛いな。わかった、行くぞ、オーケー、行くぞ、気を抜くな。オーケー、乗ってきたね。行くぞ、アンコール。了解、逃がさねえぞ。あ、オーケー、行くぞ、気を抜くな。リズムに乗って、了解、了解、はい、了解、行くぞ、オーケー、乗ってきたね。あ、しびれさせるぜ。了解、覚悟しやがれ。了解、リズムに乗って、ファック、あ、オーケー、行くぞ、わかった、気を抜くな。オーケー、乗ってきたね。オーケー、アンコール。了解、逃がさねえぞ。行くぞ、了解、オーケー、行くぞ、旗をつけるぞ。跡形もなく葬り去ろう。これがヒーローの務めだ。了解、うん、本当にやるの。結構頑張るじゃん。気持ちよく行かせてあげるよ。あ、うなるぜ。よく聞いとけよ。しびれろ。両大福満腹、ぶちかましてやる。ほら、この程度遂行できて当然だな。あははおちびちゃんも結構やるじゃん。ああ、バカにしてんのか。これくらいできて当然だろ。くそ、いきなりかよ。おい、ウィル、大丈夫か。俺は大丈夫だけど、あの子どうしていきなり。どうしてじゃねえよ。あいつがこないだパトロール中に出くわしたイクリプスのやつだ。え、あのアキラを爆撃してきたっていう。ああ、そうだよ。
逃げんじゃねえよドブネズミが。逃げたわけじゃねえ、迎え撃つのに不利だから場所を変えただけだ。いつの間にか他のイクリプスが集まってきて、君が呼び寄せたのか。お前もそいつの仲間かよ。そうだ、俺もエリオスの一員、ヒーローだ。ちだったらてめえも一緒にぶっ飛ばしてやるよ。おら、まずい、逃げ場が。アキラ、オスカーさん、ブラッドさん、無事か。ネズミが増えやがった。いいぜ、まとめて買ってやるよ。ものすごい破壊力だ。ウィル、アキラはどこだ。アキラ、さっきまで隣に。爆弾野郎、どこ見てやがる。てめえの相手はこの俺だ。ちっ、いつの間に。オスカー、ウィルを連れて下がれ。やった。待ってください、アキラが。アキラ、行くぞ。気を抜くな。リズムに乗って行くぞ。アンコール。了解。逃がさねえぞ。行くぞ。わかった。気を抜くな。了解。わかった。気を抜くな。了解。乗ってきたね。オーケー、しびれさせるぜ。オーケー、覚悟しやがれ。痛いな。行くぞ。わかった。気を抜くな。オーケー、リズムに乗って行くぞ。アンコール。了解。逃がさねえぞ。な、行くぞ。オーケー。ああ、気を抜くな。乗ってきたね。あ、しびれさせるぜ。行くぞ、覚悟しやがれ。行くぞ。オーケー。ああ、気を抜くな。オーケー、リズムに乗って行くぞ。アンコール。行くぞ、逃がさねえぞ。ファック、だめだ。バカだ。了解。旗をつけるぞ。跡形もなく葬り去ろう。これがヒーローの務めだ。はい、本当にやるの？結構頑張るじゃん。気持ちよく行かせてあげるよ。おうなるぜ。よく聞いとけよ。しびれろ。
行くぞ。満腹満腹ぶちかましてやる。ほら頑張るのも悪くないかもね。態度は見られたものではないが、訓練はしているようだな。どうも、別にあんたに褒めてもらおうとは思ってない。助けに来てくれたのか。アキラ。あ、ガスト。大丈夫かい？お、誰だお前。あ、いっつ。おいおい、無理に動くなよ。ノーバ博士もいきなり顔を覗き込んだらびっくりするだろう。いやー、ごめんごめん、あんまり寝てないせいで視界がぼやけてるっていうか、距離感がつかめないっていうか。アキラ、この人はノーバ博士だ。入所式とかで見たと思うけど、エリオス内にある研究部の部長をやってる。お前のサブスタンスが異常な反応を示してたから容態を見てもらってたんだよ。つうかお前、今どういう状況か分かってるか？街でイクリプスに襲われたのは覚えてるよな。ああ、そういやそうだったか。何がどうなってこうなったんだ？簡単に言うとキャパオーバー、力を出しすぎた上に制御できなくなって、君は自分自身の出した炎に巻き込まれたんだ。体のあちこちに火傷を負っているけど、重傷というほどじゃない。サブスタンスは得得者の治癒能力を高める効果もあるから、 2,3 日休めば完治するはずだよ。その程度で済んだのはすぐそばにメンターがいて救助が迅速だったからだぞ。力、炎、そうだ、俺力を使ったんだよ。ほら、こないだあのなんとかバレンタインってやつが言ってただろ、オーバーフローとかいう、あれをやってのけたんだよ。おや、オーバーフローのことを知ってるのかい？バレンタインって、ああ、なるほど、ビークから聞いたのか。やってのけたって、お前な、そんな怪我しておいて。アキラ、おっと、保護者くんのお出ましだ。俺は退散するかな。それじゃ俺もラボに戻ろうかな。何かあったら内線で連絡してね。厄介に1回ぐらいは出るから。どういうことだよ。まあいいや、じゃあなアキラ、ゆっくり休めよ。お、サンキュー。なんだよウィル、またガストのことが気に障ったのか。見舞いに来てくれたんだから文句とか言うんじゃねえぞ。そうじゃない、言いたいことがあるのはアキラに対してだよ。どうしてあんなことをしたんだ。いや、アキラの気持ちは分かってるつもりだ。だけどもうあんな無茶はしないって約束してほしい。はあ？
なんでそんな約束しなきゃなんねんだよ。お前だって見ただろ、俺は成功したんだ、才能があるってことを証明したんだよ。あんなのは成功したうちに入らない。今回は助けがあったから火傷程度で済んだけど、下手したらアキラお前死んでたんだぞ。もう絶対にあんなバカな真似はしないって約束しろ。今すぐここでだ。おい、もっと周りのことを考えてくれ。お前の行動一つでどれだけ不安な気持ちにさせられるか。心配かけたことは謝るよ。だけどお前にだって強くなりたいって気持ちはあるだろう。俺は強くなりたい。可能性があるなら試したい。悪いけどお前のために諦めたりはしねえよ。ウィル？邪魔して悪かった。今はゆっくり休みなよ。楽しいことしか考えたくないんだ。面倒事はごめんだね。